そういえばルナがびっくりするとかなんとか言っていたけど、ああ、あれね、見ればわかるわ。え、それだけ？余計なこと言って後でどうこう言われるのも嫌だし。ちょっと、それこの後に及んで戦闘でアドバンテージ握るための秘密じゃないでしょうね。いえ、戦闘には全然関係ないと思います。はい。ん？余計気になるわ。ボンズ様。おっと、マリー、いきなり出てくるな。申し訳ございません。え、まだ城止めてなかったのに。さして難しいことでもありませんでしたので、それで屋敷の方を見てまいりました。おお、父上は、みんなは無事なのか。はい、ルナ襲撃の際メイド隊が迎撃に出たのですが、皆一撃で当て身を食らわされ戦闘不能に。その後危害を加えぬという条件で屋敷を譲渡。バディ様や気がついたメイドたち含め使用人は全員マリクローナに避難しておいでです。マリクローナ？ああ、館のすぐ近くにある小さな村だ。しかし譲渡って、一時的なことで用が終わればすぐ返すとのことらしいですが。その用が終わればこの世界はきれいさっぱりなくなっておりますな。そうはさせませんよ。そうだな、よろしく頼む。ちょっと待て。いかがいたしました？マリー、問題の魔法陣はどこにある？はい、やはり地下のようです。屋敷は地下2階までありますが、さらにその下かと。空洞でもあったのでしょうな。出た。どこで戦うの？え、どこでって、魔法陣のある地下？いや、地下なんかで戦ったらその余波で崩れるかもしれない。じゃあ屋敷の中？それは困るかな。でも屋敷の中も崩れてくるだろうから面倒いですね。そうだな、やはり屋敷の前、以前一度戦ったことがあるだろう、そちらで。でも今度はこっちが砲撃で攻める番だから。あ、お屋敷壊れちゃうかもね。ああ、わかってはいたけど口に出さないようにしてたのに。いたしかたありません、ボンズ様。残念ですがお覚悟を。な、
大丈夫だぞ。世界の命運がかかってるんだし。顔は泣きそうだね。でもあのルナのことですから、お屋敷の中という可能性も。え、あのルナさんだよね。優しいお姉さんって感じのルナさんだよね。ああ。何その反応。つけばわかるんじゃないかな。せめて庭にしてくれ、庭にしてくれ、庭にしてくれ。庭には庭に鶏がいる。このタイミングで何を言ってるのかしら。このお屋敷見えてきましたよ。まったく、ラナもルナもだらしないわね。あっさり負けちゃうなんて。後でお仕置きが必要かしらね。どんな声で泣くのかしら。わあ、ずいぶん雰囲気が違いますね。女王様だ。本当にこの子はどこでこんな知識を。でもその前にお姫様たちを教育、いいえ、調教しなくちゃいけないのよね。ルナさん。たっぷり可愛がってあげるわよ。ルナ、おとなしく魔法陣を壊させてはくれないか。ラナもレナも分かってくれたぞ。どの子から泣かせてあげようかしら。ルナ、ダメだ。こりゃ会話が通用しそうにないね。ルナは戦闘になるとああなっちゃうのよね。私たちもなるべく関わり合いになりたくないです。ちょっといいかも。ダジ、よかった、庭だ、庭で戦ってくれるんだ。よくないけど。ボンズ、いい？仕方ないよな。やってくれ。まったく、みっともない。行くわよ、ランジェリング。まだまだ。エール、あの、お待たせしました。私ね、やってちょ、次に向かうわ。ほんほんの、動こうか。そこだ、甘い、そこだ。ほんほんの、あっと、うん、勝負ありです。私が、手に入れたわ。うっ、私が、今が好機。
私が。せい！さてさて動こうか。じゃあヘレア！はっはっ。いいかしら。いい調子よ。いきます。せっ、えい、いけます。さてさて、あらら、私手に入れたわ。動こうか。いきます。これは、さてさて、今が好機。ほんのほんの、えっ、はい、よっと。私ね、欲しいわ。ここよ。お待たせしました。今が好機。そこだ。私が。ほんのほんの、いきます。いつでも。えいや。動こうか。勝負ありです。くぶぐはっ。いきます。いつでも。次に向かうわ。動こうか。私が。でさて、行くぞ。せい、甘い。へりゃ。私ね、手に入れたわ。この方。
私ね。今が好機。私が。次はどなた？いいかしら。手に入れたわ。今が好機。もう止まりますね。いつでも行きます。これならゆくぞ。いつでも今が好機。突破する。一戦。さてさて、いつでも。お待たせしました。
ルナ。そっか、私またやっちゃったのね。お目覚め？スカーレットさん、まったく骨が折れたわよ。ご迷惑おかけしました。あの、皆さんは？もう寝てるわ。おかげでヘトヘトだからね。ぐっすりかしら。そうですか。魔法陣は壊させてもらったわよ。悪いけど。って、そもそも戦った時のことって覚えてる？二重人格っぽかったけど。はい。テンションが上がって、ついああなっちゃいますけど、人格が変わるとかではありませんから。テンション、ね。レナ。泣けちゃったね。そうね。これでバリアは消えたのよね。ええ、そのはずです。ということはいよいよ。ああ、レガットのところへ乗り込むぞ。ルナ、彼と戦うことになりますが、いいですね。はい。あっさりしてるわね。戦ってる時の様子からだと今からでも無理やり抵抗しそうだけど。魔法陣を破壊された時点で私の役目は終わりです。あとは皆さんに委ねます。レガット様が世界を変えるのか、皆さんが阻止するのか。見てるだけじゃなくて協力してもらうわよ、今までみたいに。私拘束されるんじゃ。ラナもレナも今は協力してもらってる。責任がどうのなんてのは全部終わってからだ。それでいいんだよね、アイリス。はい。まずはこの世界を守りませんと。誰がどう責任を負うも何もなくな、それに炊事に洗濯、巫女だけでは大変ですから。わかりました。今はマリーにも手伝ってもらってるけどね。私やアイリスだってやろうとしたんだけど。はい、逆に邪魔だからすっ込んでてと言われてしまいました。お米を洗剤で研ごうとかしてたからな。そういえばボンズさんは。ああ、屋敷を眺めながら泣いてたけど今は泣き疲れて寝ちゃったよ。子供みたいね。ゴンザレスさんがあやしてましたね。彼にも悪いことをしてしまいました。明日改めてお詫びします。そうね、そうするといいわ。じゃあ出発は明日だから今日はもう休んで。ああ、部屋は以前のまま使っていいから。じゃあおやすみ。おやすみなさい。レガット様とお話しすることはできないみたいよ。テレポーター壊されちゃったみたいだし。レガット様が壊したってことよね。もしかしたら私たちが負けてこうなるってことも見通していたのかもしれないわね。ま、役目としては魔法陣の守護、同時に時間稼ぎなわけで。みんなにテレポーター奪われたらバリア関係なしに直接瞬間移動されちゃうもんね。ああ、これで三人ともお役御免か。もっとレガット様と一緒にいたかった。バカ言わないでよ、あんな会社なし。一台で紹介をあそこまで大きくしたんだから会社なくはないような。でもたとえ世界が変わっても運命ならまた会える。ねえ、オルタレーションのチャージって今どれくらいなのかしら。
起動してから3週間は経ってるけど。それってどれくらいの時間に影響できるかしらね。レスティアルムまでは全然ね。でもちょっとだけならいけるかもしれないわ。そうなの？過去に干渉するほど膨大なエネルギーを必要とするみたいだけれど、近い過去なら少しでも。あ、そっか、レガット様が負けた場合。あ、そうね、私たちは責任を負わなければいけないわ。よし、いよいよだな。ええ、レガットのところへ行きましょう。バリアが消えたことで彼もこの状況を分かっているでしょうから。ああ、抵抗は予想されるな。それでもやっつけないと。ええ、ラーメンのために。ラーメン相変わらずわけわかんないわ。場所はソートの湖だったよね。ここからは北東だね。族長も最後まで来ます？行く行く。途中下車したって気になっちゃうでしょ。僕らももちろん見届けるよ。はい、戦闘のお手伝いはできませぬが、身の回りのお世話はお任せください。俺だって下着のテイスティングは任せろだ。となると全く役に立たないのはボンズ様だけですね。よっておい、館が反対したというのに容赦ないな君は。その館も王旦那様が陣頭指揮を取られて復旧に当たっておりますが。よもやお手伝いするのが嫌でおさぼりになろうという魂胆では。君らね。ラナ、レナ、ルナもいいね。はい。え、この世界の行く末皆さんにお任せします。よし、じゃあみんな出発だ。